ごとうございます。皆様おはようございます。今日は、閣議と閣僚懇の目でございました。本日の閣議におきまして、私から労働力調査結果及び家計調査結果について報告をいたしました。そのポイントを申し上げます。まず労働力調査結果ですが、12月の完全失業率は季節調整値で見ると 3.1% と前月と同率となりました。また合わせて公表しました平成28年平均の完全失業率は 3.1% と22年ぶりの低い水準でございます。正規雇用者数は前年に比べ51万人増加しまして、2年連続で増加しました。家計調査ですが、全国2人以上世帯の12月の消費支出は1年前に比べ実質 0.3% の減少となりました。名目では 0.1% の増加でございます。2人以上の勤労者世帯の実収入は1年前に比べ実質 2.3% の増加となりました。詳細につきましては文化課にお問い合わせお願いいたします。私からは以上です。幹事社の NHK から質問をお願いします。ソフトバンクに対してですね、日本都市の申し立てていた接続協議問題について不足委員会が協議再開命令を妥当とする年をまとめました。これに対するご所感と今後の対応をお伺いできますか。はい、通信による電気通信事業法第35条第1項の規定に基づくソフトバンクとの間の接続協定の協議再開の命令の申し立てにつきましては、1月27日金曜日の電気通信紛争処理委員会よりですね、総務省案の通り協議再開を命ずることは相当という答申をいただきました。この答申を踏まえまして、現在協議再開命令発出の手続きを行っております。これによりまして、日本通信とソフトバンクの協議が円滑に実施され、速やかに接続が実現するということを期待いたしております。会社からは以上です。他にございますでしょうか。大臣、朝日新聞の佐川です、はい。衆議院の選挙区の区割りの見直しですけれども、区割り審が勧告前倒して4月中にもという報道を今回一番あったんですけれども、それについて今現状どうでしょうか。私、区割り審の方 の, スケジュール感は聞いておりませんので分かりません。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。